問です。髪を切るというのは霊的な意味があるのでしょうか。髪の毛は霊的なアンテナだと聞いたことがあります。パパのご意見を聞かせてください。どうだろう、僕ね、抗がん剤でつるっぱげでね、全身の毛が抜けた時でも霊感ありましたのでね、僕だけに関しましては髪の毛があるとか毛があるということは影響はなかったように思いますね。ただ髪の毛が生えてくると嬉しくてしょうがないってありますね。なんとかしよう。金髪にしたり茶髪にしたりね。今度は黒髪2ブロックという荒技にね、出ましたけどもね。僕に関してだけは、毛に関しては、刺したら影響がなかったので、何ともお答えのしようがないです。ただ大切になさっているね、髪の毛をバッサリ切るということに関しては、思い入れという部分でもって、何かね、人の、いわゆる、なんだろうな、気持ちっていうものが入っているかもしれないですね。ポンネコさん、うちには仏壇はないのですが、亡くなった、祖父母の写真を飾っています。最近パパさんのおっしゃる通り話しかけています。すると、時々そこでお線香の香りがするようになりました。じいちゃんばあちゃんかな。あ、きっとじいちゃんばあちゃんだと思いますよ。ありがとうなって言ってね。そばによって来たをつけてくださってるかね。線香炊いてくれないみたいなね。それかね、もう線香はいいからって、もうこんだけ匂いあるんだからってね。もういろんなメッセージかもしれないのでね。楽しんでください。ご先祖様との接触はね。昨日テレビで心霊系の怖い番組があったんですが、首のない男の人が追いかけてくる動画や、足元に小さな男の顔が写っている写真とかがあったんですが、あれは本物のお化けさんなのでしょうか。よくわかんないですけど、僕の場合は絶対偽物だっていうふうに思いますけどね。僕の場合はですよ、なんともわかんないですけどもね。今ね、僕もね、YouTube 編集に使っているね、いわゆるプロ、が使う YouTube 編集のものを、駆使しますと、何でもできます。ほんと、マジに何でもできます。空飛ぶこともできますよ。極端なことを言うとね、なんだ？なんていうの？こう、3D、アニメじゃないんだけど、ああいうものも書けますよ。それぐらい、動画の編集っていうものは、ものすごく手が込んでるようにできるようになってますので、まあまあ、エンターテインメントとしてお受け取りになるのが一番なのではないかなっていうふうに、僕は思っておりますよ。はい。でございます。中学生の頃、知り合いのおじいちゃんが入院していたのですが、街中で、街中で会ったことがあります。その時は入院していると知らなかったので、軽く会釈をして捨て違ったのですが、その後ぐらいから本来はその場にいるはずのない、その場にいるはずがない、ちょっと待ってくださいよ。のに出会った不思議な体験をしました。これおじいちゃん相当具合悪かったのかな。楽しかった時期をちょっとね、長くお過ごしになってたというか、そこでお過ごしになったのを、見かけてしまったのかなっていうふうに思いますけどもね。そんな感じですね。霊が見えなくても霊に疲れることはありますか？もちろんあります。確実にあります。見えるのと疲れるのは全く別でございますのでね。日頃から、ご自分の、中心地っていうものをね、常に持っていてください。そこから自分が落ち込んでいるのか、ハイなのか、そういうことをね、きちんと判断できるようにしておいてください。そ
そうすると霊に疲れたりした時に灰になることもあるんですよ。灰な幽霊だっているわけですからね。こう落ち込んで暗い幽霊ばかりじゃないのでね、もう人生楽しくてしょうがなかったんだけど死んじゃったんだよななんてね、僕みたいなアホの幽霊もいるわけですよ。僕なんかもう死んでも楽しかったぞみたいなねそんなお化けもいますからね、常に、自分っていうものを中心に定めるものというものをお持ちになっていると取り憑かれたのかどうなのかっていうのが分かりますよ。そしてアレルギー症状を持っている人っていうのはお化けさんに取り憑かれると体のアレルギーが出ます。ブツブツが出る、熱が出る、体がかったるくなる、肩が凝る、重くなる、足にガッチッとしがみつかれれば足が重くなる、それか全く自分の趣味でないところにやたら趣味を求めるようになったりね、そういう時にはあれってなんか全然自分の趣味じゃないことにいきなり興味を持ったんだけどとか、そういうふうにお化けに対してこの自分で判断することができますので、まずはね日頃のご自分っていうものをきちんとお持ちになることが一番お化けがついてるかどうかっていうことの、チェックになると思いますよ。でございます。旦那の気候が原因でよく喧嘩をします。なぜか旦那の家族までイライラします。旦那のご先祖様怒ってますかね？怒ってると思いますけどね。何やってんの？っていうふうに思ってると思いますよ。その旦那さんの気候というものね。だけどその旦那さんの気候というものの原因になるものがどこにあるのかっていうのをちょっと探られるっていうのも良いかもしれないですよ。実はね、お化けとは全く違うようなところでもって、何かストレスから来るご病気が発症していたりとかっていうのはありますのでね、そこはそこでもって、きちんとお医者様に一度かかられるっていうこともありかと思いますよ。パパさんこんばんは、お体無理しないでくださいね。ありがとうございます。昔私の友人が心霊現象があって家で何か書いている時に自分とは違う長い髪が落ちてきたと私に話してくれました。その子の運転で話を聞いているときに、急にお線香の匂いが車内にして、思わず二人でキャーッと叫んだことがありました。そんな体験は初めてでした。ちょっとよろしくない体験ですね。何かね、ゆかりのあるものではないような気配を感じるんですよね。ご先祖様は系列ではないような、感じに受け止めますのでね、今でもそれを引きずって心の中にあるようでしたら、どこかにきっちりとお参りをなさってですね、厄払いのお守り等をお持ちになるとよろしいのではないかなというふうに思いますよ。はい。Thank you.